ブレーメン1、にシュトゥットガルト・ブンデスが第10節、ブンデスリーが第10節、ブレーメン対シュトゥットガルトが、現地時間6日に行われた、ウェーのシュトゥットガルトが2、1の勝利を、めた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ブ・メンに所属する日本代表 FW、大迫勇成は2試合、続くのスタメン入り。80分に途中交代となった。シュトゥットガルトに所属する日本代表 MF、遠藤航、開幕から10試合連続のスタメン入りで、日本人、欠が実現した。遠藤は、フル出場を果たしてい、30分、シュトゥットガルトがワマンギトゥカの PK、先制に成功する。前半はシュトゥットガルト、1点リードで折り返す。後半に入り、大挟まがチャ、スを作る。ゴール前でボールを受けた大迫が、ニータ、ウォルトメイドにパスを供給。ウォルメイドはシュートを放つも、ボールは、GK の申請に飛んだ。後半 AT、ワマンギトゥカが、相手の連携、スを見逃さず、GK へのパスを奪いゴールを決め、その直後に、ブレーメンのゼルケがゴールを、め、1点差に追いつく。しかし試合はこのまま終わり、シュトゥットガルトが2、1の勝利を収めた。リシタ・シュトゥットガルトは6試合ぶりの勝ちとなった。得点者、30分0、1はマンギトゥカ、シュトゥットガルト90、1分0、2はマンギトゥカ、シュトゥットガルト90、3分1、2ゼルケ、ブレーメン、両。